どうも、大森です。こちら文鎮型ピラミッド型、皆さんこの名称を聞いたことございますか？一見何も関連性がないように見えますが、実はこれ組織構造のモデルのことなんですね。よく文鎮型組織、ピラミッド型組織というふうに言われています。何も関連性がないように見えますが、従業員が増加すると文鎮型組織からピラミッド型組織に変化すると一般的に言われています。じゃあ文鎮型組織、ピラミッド型組織、何が違うのか。一番大きな違いは指示系統になるんですね。文鎮型組織はその名前の通り非常にフラットな組織です。だからこそ社長、いわゆる経営層自ら現場へと指示を出せるような組織であると。かたやピラミッド型組織は人数が多くなっているので非常に組織階層も深くなってくる。するとですね、社長自ら現場へと指示を出すのはなかなか難しくなる。だからこそ部長とか課長といった中間管理職が経営層の代わりに現場へと指示を出すという形になります。ここでのキーワードは中間管理職なんですね。では中間管理職が必要となってくる規模ってどれぐらいなのか。Amazon の創業者である CEO のジョフ・ベゾスが非常にいい言葉を残しているんですね。ピザ2枚の法則というものです。ピザ2枚でお腹がいっぱいになれないチームはもうチームが大きすぎると。マネジメントも逼迫するし、意思決定も遅れちゃうよというふうに言っているんです。ピザ2枚なんで1人2枚だと仮定すると大体8人ぐらいですかね。この法則っていうのは全然的外れな法則じゃなくてですね、経営学ではスパンオブコントロールと言いまして、管理職1人がですね、管理可能な部下の人数っていうのは状況にもよるんですけども、最大10人ぐらいというふうに定義されているんです。このように従業員が10名を超えるとピラミッド型組織に適した対策が必要になってきます。じゃあその必要な対策って何なのか。大きく2つございます。1つ目はルールを作る、2つ目はチェックを行うということです。じゃあどういうルールを作るのか、どういうルールを作っていけばいいのか。まず重要なのは就業規則になります。就業規則というのは会社で働く上で守るべきルールを定めたものになるんですね。でこちらなんと法律で義務付けられているんです。従業員が常時10名以上雇用すると会社就業規則の作成と届け出が義務付けられることになっています。こちら労働基準法第89条で定められています。じゃあどういうルールを作ればいいのか。大きくですね、2つあるんですね。で絶対的記載事項と相対的記載事項になります。絶対的記載事項というのは、絶対的ってあるように、絶対定めなければならないルールですね。こちらに関してはもう労働時間だったりとか賃金、退職に関する事項とになってきます。相対的記載事項とは、会社に定めがある場合は記載しましょうねというものになります。例えばですね、退職手当だったりとか、安全衛生だったりとか、その会社に必要なものの、ルールを記載することになります。でさらにですね、重要なのは人事評価の制度も含めて整備することが重要になるんですね。ピラミッド型組織でいうと経営層自ら現場へと指示を出すのは難しいってありました。同じようにですね、経営層が現場を評価するっていうのも難しくなってきます。やはり部長等が現場を、中間管理職、マネジメント層が現場を評価する。そうするとですね、中間管理職が人事評価を行うため評価基準が明確でない場合はトラブルになりうるんですね。そのために人事評価制度の策定と同時に中間管理職、マネジメント層への役割定義とトレーニングを合わせて実施することが重要です。中間管理職はどういう役割を担って何に対して責任を持つのかを明確化する。でその上で役割を全うするためのトレーニングも合わせて実施することが重要になります。次にチェックを行うというところです。
やはりですね、悩ましいのは従業員が増えれば増えるほど労務トラブルも増えてしまうんですね。一般的にですね、従業員の 5% 程度の人数で労務トラブルが起きうるというふうに言われてたりします。なので20人であれば、まあ、1件ぐらい、100人であればもう5件ぐらい発生してしまうと。労務トラブルっていうのはですね、非常に、まあ、対処が難しいものでございます。だからこそ防止と対処っていうのを合わせて強化していく必要がございます。まあ、じゃあその対処って何をすればいいのか。まずですね、長時間労働のチェックですね、それを行うために勤怠管理の徹底を実施いただく。でその上でやはりですね、パワハラ実態のチェックっていうのも常に行っていただく必要があるかなと思います。そうならないために、中間管理職マネジメント層のハラスメント防止研修の実施も合わせて行っていただくのが好ましいと思います。このように組織が大きくなると、ピラミッド型組織に対応した対策が必要になってきます。その上でルールを作る、まずですね、就業規則の制定を行って、人事評価制度の策定を行って、それに合わせて中間管理職の役割定義とトレーニングを行う。でその上でチェックを行う、パラハラの実態チェックだったりとか、長時間労働のチェック。でその上でフリーに関してはですね、長時間労働のチェックに関して非常に有効なソリューションをご提供してますので、ぜひ概要欄からチェックいただけたらと思っております。今回は以上となります。ぜひですね、役に立ったと思ったらチャンネル登録・高評価お願いいたします。最後まで視聴いただきありがとうございました。